こんにちは。今回は富士フイルムの新機種 XH2S について商品企画担当のお二人にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。交換レンズの商品企画を担当しております曽我と申します。よろしくお願いいたします。 X シリーズの商品企画を担当しております野口拓也と申します。よろしくお願いします。エッジシリーズっていうところなんですけど、まずこのエッジ1ですね、これを2018年の3月に発売して第3世代のセンサーとプロセッサーが入ってまして、我々としてまあ X の交換式としては初めてかな、大型グリップとかこのシャッターですよねとか堅牢性上げたりだとかプロの皆様に使っていただきたいというシリーズで出させていただきました。でその後にまあ XT3 を半年後ぐらいに出して、その時に第4世代にデバイスが移りましたと。でその後、また T4 ですね、まあ、要は第4世代デバイスとしては、まあ、T の一桁シリーズとして、まあ、出していって、まあ、XH シリーズは、ちょっとスキップさせてもらったんですね。でっていうのもプロの方々に使っていただきたいっていうふうに考えた時に、まあ、これぐらいのスペックはやっぱり次はやるからには欲しいよねっていう、まあ、目標みたいなものがあったので、まあ、そこにやっぱり到達するためには、まあ、第4世代デバイスよりは、まあ、次の第5世代のデバイスを、まあ、使うべきだろうというところで第4世代デバイスは飛ばして、まあ、今回 H シリーズ XH2S と XH2 というところで出させていただきましたと。2つのシリーズに分けた理由っていうのはなかなか我々のカメラとして入りきれない領域っていうのが、まあ、あって、でそれが一つが、まあ、高画素ですよね、まあ、そこは GFX である程度カバーしてるんですけど、まあ、X では、まあ、なかなかちょっとまだ入りきれていない領域だったと。でもう一つが高速ですよね。でそこはやっぱりスポーツだとか、まあ、野鳥撮影とか動物カーレースとか、まあ、そこをなんとかこの、新しい H2 ですね、まあ、こちらの2機種で、まあ、取りに行きたいと。じゃあ1機種で例えばセンス画素いっぱいあってさらに高速っていうのもできなかったのかっていうと、まあ、そんなことはなくて、まあ、できますと。技術的にはできるんですけど、まあ、やはりそれぞれ分けて、まあ、適正な価格、まあ、リーズナブルな価格帯でお届けしたいっていう我々の思いもあったので、まあ、今回はあえて2機種に分けさせていただいているという状況ですね。やっぱり先ほど言った高速っていうところなので、X トランシーモス 5HS っていうの、まあ、センサーそれから X プロセッサー5、まあ、こちらのデバイスを搭載している、まあ、これによる、あらゆる、性能が、まあ、これの特徴になるわけですけども、今までちょっと動き物に対して少しあまり強くないよねっていう、まあ、ユーザーの方の声とかっていうのは結構あって、そこをなんとか払拭したいというところで、まあ、この、まあ、積層にして、まあ、高速に読み出すとその分も情報量がバンバン来るので、まあ、あとはそのアルゴリズムを変えさえすればかなりイメージ払拭できるという自信があったので、まあ、今回、積層センサー採用させてもらってますというところですかね。センサーだけもちろん進化させてはダメで、もちろんプロセッサーの部分も、まあ、足並みを揃えて、まあ、かなり高速耐性は上がってますと。やっぱり一番大きいところは連写性能ですね。ブラックアウトフリーの、まあ、40コマまで最大撮影できるんですけども、まあ、そちらの40コマでしっかりと被写体を見ながらブラックアウトフリーで、数多くの枚数撮影できるというところ、こう鳥が羽ばたいているシーンで今まで、まあ、例えば、まあ、一眼レフなんかだと大体10とか15コマだったらこう羽が下に行って上に行ってってこの真ん中にちょうど来ない、この真ん中が撮れなかったみたいな、まあ、それはシーンにもよると思うんですけど、そういうところがもう全部選びたい放題で撮れるので、ずっと40コマで撮ると枚数すごい多くなっちゃうと思うんで、もうここっていうポイントで40コマで撮って決定的瞬間を逃さないっていうのはかなり好評いただいているので、バッファーメモリも T4 から倍増させてますし、あとは今回
もう一つのポイントとなるあの CF エクスプレスですね。あれも結局あの書き込み速度がすごい速いので、バッファーに溜めなくて済むんですよね。どんどん書いていけるので、30コマの電子シャッター連写の JPEG だけだったらもう1000枚以上撮れたりとか、もうそこはかなりストレスフリーに撮っていただけるのかなと思います。やっぱりローリングシャッターっていうと、まあ、乗り物とかもそうなんですけど、ゴルフのシャフト結構思い浮かべる方多いかなと思うんですけど、まあ、そこも実際ゴルフで撮って、まあ、全く写真家の方にも問題ないねっておっしゃっていただいたので、そこはご安心して使っていただけるかなと思います。であとは、まあ、それとリンクもちろんするんですけども、 AF、まあ、今回かなり力を入れてまして、高速センサーになったことで従来より AF の演算回数がもう3倍になっているので、あらゆる、まあ、動いている被写体に追従できますと。でプラスあとはアルゴリズムの部分っていうのを今回のいろんな写真家の方、まあ、世界中の写真家の方に、まあ、デモ機をお渡しさせていただいて、何度も何度もテストを繰り返してるんですね。我々も現場に行って、撮らせていただいたりとかして、もともとそんなに動き物の知見なかったので、アルゴリズムを日々も改善していったっていうところですね。であとはあのデバイスのところにもつながるんですけど、今回被写体検出、あの顔瞳はもちろんなんですけど、まあ、あと動物、鳥、飛行機、電車、スポーツ系のとか、まあ、あらゆる被写体に、まあ、追尾していくので、まあ、それら全てが合わさっても動き物に対してはかなり強くなっています。であとはそのファインダーですね。写真家の方に結構聞いて、被写体をこう追っていくときに AF と同じぐらいというか、もう何なら人によってそれ以上に大事なのがファインダーって結構言われるんですよね。まあ、結局動いてついてきてくれても見えなければ追えないので、そこ非常に大事ですというところで、今回あの、まあ、ファインダー倍率上げたりとか、まあ、あとはパネルですよね。まずパネルの部分で、576万ドットっていう、まあ、高精細なパネルにしましたと。光学系をもう一新してるんですね。もう気球面レンズを贅沢に使った新設計になっているんですけれども、まあ、そこで、まあ、被写体の見えが非常に良くなっていて、我々あの瞳移動体制とかって言うんですけど、そのファインダーをこう目の中心にこう持ってきた時はどのファインダーでも大体見えいいんですけど、それをこうスポーツとかでパッととっさにこうファインダーに目を当てた時にちょっと中心からずれててもしっかり見えるようになってるんですね。なんで T4 とかと、まあ、サイドバイサイドでこうちょっとずらして見比べてもらうと見えが全然違うんですよね。あとは今まで T4 は100フレームまでだったんですけど、120フレームで、まあ、よりあの動体に強くなってます。アイポイントもより長くして、視度調整の範囲も広げているので、まあ、あのメガネ使っている方々にもあのちゃんとしっかり見えるようにしています。今回あの写真家の方にお渡ししてもパッと見て、あ、全然違うねっていうふうに結構言っていただけるので、そこは皆さんにも本当に体感していただけるポイントかなというふうに思います。はい、あとは動画性能もかなり上がってます。あのプロレゾコーデックっていう、まあ動画ユーザーの方に非常に慣れ親しまれているコーデックですとか、あとは 6K ですね、 6.2K30p、 それから 4K120p、 まあそういったかなりもう動画要素すごい詰まっているので、まあ、高速連写によるまあ被写体補足性能、まあ、AF 含めてですね、とあとはもう動画、まあ、このあたりがまあかなり大きく進化したポイントかなと思います。ボディでいうと、まあ、小型の部分では横幅の部分は、まあ、電池ですね。電池がこう縦と横置きになってまして、こっちの方があの電池大きくなってあのさつまいも増えてるんですけど、まあ、この縦置きにすることによって、まあ、幅っていうのはそこまで影響を出さずに狭められているというところですね。であと高さの部分は結構そのダイヤルの部分が効いてくるので、まあ、今回モードダイヤル化しているので、まあ、そこで低配化を図っているというところと、まあ、あと厚みの部分はあのバリアンっていうのは実はあの板金が少ないのでその分薄型化できるんですよね、あの三軸に対して。なので、まあ、ここの部分が、まあ、この薄型の部分については効いてくるところと、 H1 っていうのは本当に防振ボディ内手ブレ補正の機構を搭載したのが初めてだったので、
まあ、そこから何機種もボディ内テーブル補正機構を開発し続けて、まあ、薄型か小型化をどんどんできているっていうところが、まあ、そこの2つが主に質量とか厚みの部分には効いてきているかなと思います。そうですね、グリップは、まあ、ここの電池の幅も効いてくるんですけど、まあ、あとは同じこの電池を使ったグリップでいうと GFX100S グリップの形状を決めるにあたっていろんな写真家の方々に握ってもらって形状を決めているので、まあ、基本的にはそのグリップを生かして、まあ、ただ全く同じというわけにはいかないのでボタンのレイアウトとか配置とかを変えているので XH2S の形状に最適化したというところですね。結構こうゴムキーを今回こう採用して、今までタクトスイッチっていう形状だったんですけど、まあ、素手でもこう押した感触がまあしっかり分かりやすかったりだとか、結構写真家の方でも寒冷地行かれる方とかで手袋される方とか、まあ、そういったところでも結構押し感がしっかりあるので、まあ、そういったところを意識して今回ゴムキーっていうのを採用しています。レリーズボタンも写真家の方に何度も意見伺って、でまあ、エッチ1の時ちょっとまあセンシティブだった部分もあったんですけど、半押しと全押しのまあストローク量だったり力量っていうのを何パターンも用意して、まあ、いろんな写真家の方に使ってもらって、検証したりだとか、前に使ってたモデルとしてはまあ一眼レフのカメラ使ってる方にもぜひ使っていただきたいなと思ってるので、まあ、そういったところのレリーズの先ほどの力量をまあベンチマークして測定して、今このリリーズに最終的に行き着いたっていうところですね。まあ、今後そうなっていくかなとは思うんですけど、まあ、T 系ではやっぱりこういったもダイヤル系っていうのは結構残して、まあ、H シリーズっていうところで言うと、まあ、このモードダイヤルをつけて、まあ、そこはカメラの特徴として今後分けていきたいなと。こちらはやっぱり他のカメラ他社さんのカメラ使っている方でもスッと入っていけるようなモードダイヤルっていうのを搭載しています。意見が分かれるところであるんですけど、我々としては今回、まあ、ボタン化をすることで何のメリットがあるかというと、カスタムに入れられるんですよね。で結構プロの方でもカスタムを使いこなされる方って結構多くて、まあ、そういったお声っていうのはあったんですね。これこのままだとカスタムに登録できないので、まあ、これをボタン化することでカスタムをパッと変えることで瞬時に AFC からマニュアルにできたりとか、そういったところが実現できるので、まあ、今回、まあ、まずこれでボタン化しようと